私は下京区で生まれました。4年前、国土交通省復興庁での経験を、なんとか私を育てていただいたふるさと京都の恩返しに使いたい。今京都は非常に厳しい状況にあると思います。まさにこれからの4年間はコロナから区民の皆様の命と健康を守り、コロナで傷んだ暮らしや経済を立て直し、なおかつその上、これからの4年間をこのポストコロナ社会をコロナより前の社会よりもより良いものにしたい。